さあ久しぶりに特許取得済みの私のホットショットを走らせます。そしてその特許取得済みのところがバージョン2へと変わって、走行性能が上がってるはずです。強度テストも兼ねての走行動画となります。よろしければご覧ください。その特許取得済みのところ、もう古くから見てくださってる方は分かりますよね。じゃじゃじゃーん、ホライズンサスペンションバージョン2。最終的にはバージョン何になるかわからないですけど、カーボンで作りたいと思っています。今はアルミ板で作っています。バージョン1の時よりもはるかに性能が上がってます。まあ細かいこと言うと長くなりすぎるのでやめときますけど、それから前回の動画、久しぶりにホットショット走らせますけど、前回と変わってるところわかるかな、この辺ですね。はい、オイルダンパーが変わってます。このオイルダンパーがついてるこの部品をブーメランのものに変えてて、このダンパーがついています。それ以外は変わってないですけどね。あとトルクチューンモーターをつけての走行も、私のチャンネル内、何度もホットショット出てますけど初めてですね。でついでに言うとニッカドバッテリーです。これで走らせますけど、今後撮る予定のホットショット鬼速、鬼のように速いと書いて鬼速動画のテストでもありますので、よろしければチャンネル登録していただいて楽しみにお待ちください。鬼速動画2021はありますけどね、2022を近いうちに撮りたいので、まあ内容的には一緒ですけどね。まあホットショットのハイパワー走行動画また見たいよって方は、まあ見逃したくないよって方はチャンネル登録などしていただいてお待ちください。まあそれを見た後チャンネル登録解除していただいてもいいですからね。ではよろしければご覧ください。適度な速さ、このぐらいのスピードの方が映像が綺麗に撮れますからね。走行性能なぜ上がったかというと、簡単に言うとサスの動きが良くなってます。今まではまあ動けばよかったというか、サスペンションがついてればよかったみたいな感じですけど、そこからサスペンションを有効に使えるようにしたみたいな感じですね。今まではですね、そのことからエンジンカー用の、エンジンツーリングカー用の重たい車用のダンパーのスプリングを使ってたんですけど、今回の改造で電動ツーリングカー系のスプリングが使えるようになっています。ですのでこのサスペンションコンバージョンキットとして売ってほしいよっていう方にも対応できますね。自信を持って、人に譲ったりというか、その買っていただいてもいいよと。以前にですね、このサスペンション売ってくれないかって言われたんですけど、まあ売るほど個人的に納得してなかったっていうのがあるんですよね。プライド、変なプライドですけどね。買ってほしい、言ってくださいって、いいですよって言えばいいんですけど、やっぱり納得しない、お金をもらう以上は、ちゃんとしたもの、自分が納得したものですね、売りたいと思ってお断りしたんですけどね。まあ、これも今、バージョン2でアルミで作ったと言ってますけど、作り終わってますけど、まあ、改造というかリニューアル改善する余地はあるんですけど、さっき言ったように
売ってもいいぐらいのレベルにはなってます。ただまあツーリングカー用のダンパーを何に使うかによっても長さとかも微妙に違うと思いますんでね。うん、さすが世界一速いホットショット。ダンパーステイが立ってないホットまあいいやいいですね。これもう何時間でも走らせられますね。最高だわこれ、幸せ。おお、気持ちいい。四駆だとこのぐらいパサパサでも全然走れますね。完全なパサパサではないですけどね。楽しいだけでつまんない動画になりかけてるのでやめます。ご視聴ありがとうございました。